土地の取引価格の目安になる地価、愛知県全体では住宅地で 1.5%、 商業地 2.3%、 工業地 2.0% といずれも2年連続で上昇しました。そんな中、住宅地で最も価格が高かったのは名古屋市中区錦一丁目のマンションが建つこちらの場所。価格は1平方メートルあたり140万円でした。名古屋の中心部では依然として地価の上昇が続いていて、ここがトップになるのは実に10年連続です。一方、上昇率で見てみると、市町村別でトップとなったのがこちら東海市。1平方メートルあたりの価格が 5.6% 上昇し、去年の10位から一気に1位へと躍り出ました。名古屋のお隣東海市は、このところ商業施設や新しいマンションが立ち並ぶなど開発が進んでいます。東海大部あたりになりますと、やはりこう名古屋の通勤圏というんですかね、ベッドタウンになりますので、そういったところが非常にこう、需要が高まっているというところもありますし、逆に言うとこう名古屋の価格と比べるとまだまだこう割安感がある。では東海市民の皆さんに住み心地を伺うと、だいぶ変わってるのは変わってきてますけどね、昔とはもう全然ここら辺は違うから。名古屋駅まで25分ぐらいかな、で特急だと行っちゃうので便利ですね。で緑も豊富だし、すごく充実した日々を過ごしてます。背景には、先に大府市、刈谷市、安城市などが価格上昇の傾向がありました。いずれもトヨタ関連の従業員たちに根強い人気のあるエリア。そこへ来て東海市の再開発が進んだことで、特にものづくり企業に勤める人たちの関心が集まり、今回の地価上昇に結びついたとみられます。そして商業地で価格がトップだったのは、7年連続でこちら名古屋駅前の大名古屋ビルジングが建つ場所です。価格はなんとこちらの1平方メートルあたり1880万円でした。リニア中央新幹線の玄関口としての期待感は依然根強く、愛知県内の商業地としての名駅前の魅力は不動のものとなっています。一方、岐阜県では360地点で地価調査を実施し、住宅地、商業地ともに30年連続で下落しました。住宅地では前年からの平均変動率はマイナス 1.2%、 商業地はマイナス 0.9% でした。コロナ禍に入って回復傾向にはあり、去年から下落幅は縮小したものの、ともに30年連続の下落です。また工業地はプラス 0.1% で30年ぶりに上昇に転じました。背景には通販市場の拡大に伴い、高速道路のインターチェンジ周辺の土地の需要が高まっていることなどが影響しているとみられています。変わって三重県です。住宅地では30年連続、商業地では31年連続のマイナスとなりましたが、工業地では新名神高速道路が県内で全線開通となり、名古屋関西方面のアクセスが向上したことを背景にプラス 0.9% で30年ぶりに上昇しました。